吉田さん、今の事実と向き合うということは非常に大事だと思います。まあね、これがなければあれがなければ、こうだったらああだったらってみんな思うんですよ。例えばね、やっぱり私が散々聞いてたのは、もう一回バブルが来れば自分も当てれるのにとかっていうことなんですけども、それはそうだろうと思うんですよ。それが来ないから工夫しないといけないんですよね。経済上り調子、それがあればとかね、この情報が分かればとかね、こういうことが分かっていればとか、自分にこの能力があったら、自分も有名人と知り合いだったらみたいなね、こういう愚かなっていう、あえて言わせていただきますけど、愚かなたらればをずっと持っている限りは詐欺にかかるんですよね。詐欺にかかるんですよ。だってこれがあったら、何なんだったらっていうのに、もしあなたがこれを手に入ったらどうしますかみたいな問いかけが来るんですよ。有名人とコラボしませんかみたいなのが来るんですよ。だからそこに心の隙が生まれるんですよね。とはいってもね、今回の世界を襲う状況ってのは結構厳しいと思います。厳しいのは何かっていうと、多くの方が思い込みをしてるってことなんですよね。どういう思い込みなのかもう顔があえて触れませんけども、それはですね、その世界的な思い込みをどういうふうに使っていくか、どう乗り切っていくかってことをいつも考えていなければ、まあ、お金は近づいてこないってことですよね。で、私はですね、今回1億円を手に入れるプロジェクトをしてるんですよ。以前も何回かこの億万長者合宿リメンバーの中ではお話していなかったかなと思いますけども、速稼塾のね、毎日更新の中では、まあ、日々ね、情報更新してるんですけども、今この状況でどうやったら3週間で1億円が手に入れられるかっていうプロジェクトです。これはですね、まあ、住宅政策金融公庫の方と連携してですね、そこから、まあ、お金を融資を受けるってことなんですけども、まあね、1億円の融資が受けられたら、これはね、一つ大きなインパクトになることと、あとね、1億円という元金があったら、その1億円を、まあ、1億5000万とか2億円に増やすのはそんなに難しいことではないんですよ。実際私はですね、ゼロから1億円を作ってきたという、そういうふうな過去があります。まあ、実際にはね、1億円以上のお金ですけども、一応ここでは1億円と言わせていただきます。ゼロから自己アフィリエイトから始めて、麻雀屋の親父がパソコンもこうやってしか打てないのに1億円3年間作れたわけなんですよ。ゼロから1億円ができたんだったら、1億円から2億円そんなに難しいことではないだろうと思うんですよ。で、そこでこういうふうに思ったわけですよ、多くの方がね。じゃあそのね、元金の1億円があったら自分も勝負できるのにっていうことなんですよ。じゃあ元金の1億円を作るためにどうすればいいのかを考えればいいわけですよね。3年間かけてビジネスするもよし、今回みたいなね、世界を取り巻く不安要素から緊急措置として融資枠をドンと広げたところに、自分できちんとその制度を利用して1億円を手に入れて、その1億円を2億円に増やして、1億円をお返しして1億円を手元に残すというのがね、あるわけなんですよね。まあ、そういうふうに今ある状況を最大限活用して、最大限の最高の結果を求めていくのがビジネスってものなんですよ。ですから自分には時間がない、お金がない、コネがない、だからうまくいかないんですっていうふうに言って活動をしないこととかね、結果が出ないことを正当化しても、これね、何にも進まないんですよ。違うんですよ。私ね、 YouTube で見たんですけども、半身不随の社長っていうのもいるわけですよね。要するにね、寝たきりで口が動くだけなんですよ。口と目とかね、首から上がわずかに動くだけなんですよ。それでもきちんとね、もう一人のビジネスを成功させているという、そういう例もあるんですよ。要するに人は首から下で稼ぐのには限界がありますけども、首から上、頭脳で稼ぐには限界がないんじゃないかなと思います。億万長者合宿リメンバーではね、これからもそういう発信をしていきたいと思います。私たちはね、今与えられている状況をいかに最大限活用するか、もうこれだけなんですよ。これだけ、今つながっている人とどう関わっていくかとかね、で、今まで生きてきた人生のどこを最大限使っていくかってことなんですよ。できない自分とか、自信のない自分とか、過去のトラウマってものをいつも大事にして、それを何とかしようと思っても、それはね、なかなか答えは遠いと思いますよ。まあ、ですんで、自分が一番最高の状態でクリーンヒットを打てるような、そんな自分の瞬間を使っていく、もしくは世の中にそういったものをね、見つけていくってことなんですよ。言い方がちょっとね、ぼやけてしまいましたけども、世の中とどれと、世の中のね、どれと自分のこれを組み合わせたら一番大きくなるのかってこと、それをね、日々テストしていくっていうのが、お金の稼ぎ方の、まあ、真髄なんではないかなと思うんですけどね。それではね、本日も動画をご覧いただきましてありがとうございました。それぞれの目の前にある現実を受け入れて、その現実を最大限使っていくことで、次の一歩をより大きいものにしていければと思います。失礼します。